どうも、マサダイです。今日はフェイトグランドオーダーの聖書石が30個溜まったということで、プリズマイリアのピックアップ召喚10回召喚します。というわけで、今回回すのはですね、プリズマイリアのピックアップ召喚です。あのね、ついこの間ね、ログインのね、総日数が、350日になってですね、あともう少しでね、10回召喚できるなと思ってたところを、20個くれたということでね。まあ、難なくハードルを超えて、まあ、10回召喚できるということでね、回しますよ。大体ね、もう、フェイトグランドオーダーやって1年ぐらいになるんですけど、星5の期間限定サーバントは1回も出たことないです。もう、結果分かってますね。出ねえよ。まあでもね、回さないとね、出るチャンスすらないのでね、回しますよ。それでは早速10回召喚をします。頼むから、期間限定装備アイテムだけ欲しい！ミユのカードが欲しい！一回ねー。来い、来い！あー！あー！なんだよ！マジか！あー！持ってないけど、持ってないけど、それかー。うわー、終わったー。終わったよ、もう。なんだよ、立ち直れねー。立ち直れないよ、もう。これはあー、イリア、イリア、イリア出てる、イリア出たよ。おお、やべえ、やべえ。うわー、油断してた、俺ら。油断してたよ。超やべえ、超やべえ、テンション上がっちゃう。やばい、もうダメだ。やばい、やばい、マジか。やばい、油断してた、俺。はい、というわけで今回、期間限定サファント出ました。いやー、自分でもびっくりしてます。いやー、もう本当にね、最初の一発目でね、イリア出ねえって分かっちゃったような気がしたんでね、非常に驚いてるし、もう心がね、半端ないです。テンション高いわ、最高。いやー、本当にね、お金かけないで出ますよ。お金かけなくてもイリアは出ます。よくってよ、このキャスターがあなたを導いてあげる。イリアって言います。小学5年生です。一応魔法少女やってます。はい。私なんかが役に立つのかわからないけど、でも精一杯頑張ります。ルービーちゃんもいますよ。面白可愛くやっていきましょう、グランドマスター。ありがとうございます、ありがとうございます。もうテンションおかしい。うわー、もうまたフェイトグランドオーダーが楽しくなるよ。やばいね。果たして次はどんなサーヴァントと出会うんだろう。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。